まあ、これで玄関で、あとトイレ、もうトイレはね、本当やっぱりもうその開運したいっていう人でトイレ掃除してないっていうのは、なんかもうこれもまた論外中の論外ですね。あ、もうトイレ掃除はマストなんでね。マストこれですトイレ掃除してない人はちょっと意味がよくわからないね。だから朝起きてトイレ、ね、人間は必ずと朝起きた時も膀胱破裂寸前ですから、もうトイレに行きますけども、それも出てこないってことだね。一回トイレに入ったら絶対トイレ掃除して出てくるっていうのを習慣、これはもう絶対、これはマストだね。これはもうマストの習慣にしていただきたいというのは僕はすごく思いますね。ああ、そうですね、うん、これはもうマスト、僕の中ではもうマストですね、これはね。はいはいはい。トイレ掃除のなんでやり方みたいので、なんか、おすすめの方法とかあったりしますかね。あのトイレはね、はい、別に、まあ、僕は素手でやるけど、別に素手でやってくださいなんて僕は絶対言わないので、別にブラシでもいいんですけれども、はい、とにかくその綺麗にするという気持ちがあればいいですよ。ああ、なるほど。確かに綺麗にした後ってトイレの空気感変わりますもんね。まあ、全然違いますね。はい、全く違いますよ。そうですよね、うん、あとはもうそのルーティーンの中に絶対トイレ掃除は入れなければならない、うんうん、朝起きたらトイレ掃除、はい、だから朝起きてトイレに行ったら絶対トイレ掃除せずには出てこないという自分の中の自分との約束、うんうん、だから運気の高い人っていうのはね、やっぱり自分との約束を守ってるよ。あ、自分との約束を守っていて、ね、あとはそのゴールデンルーティーンをたくさん持っている。ゴールデンルーティンですか。習慣ですよね。習慣ですね。だから運気を上げる習慣というのを、はい、もうそれが習慣になってるから、歯磨きと一緒なわけですよ。やらないと気持ち悪いっていうね。なるほど、うん、だからこれは絶対的に必要なのでね、まあ、はい、これはトイレ掃除はもうトイレ掃除やらずにこう運気上げたいっていう人はちょっと理解ができない世界ですね。ああ、なるほど。何を言ってるかもう分かんないですね。分からないですね、はい、あとトイレのマットというのも、まあ、これも玄関マットと一緒で、はい、まあ、その足で踏み散らかすので、これもやっぱり定期的に洗濯をして、もう週に1回は洗濯をして、やっぱりその太陽の光に干すっていうね、うんうん、だから2枚持ってるといいんですよ、うん、あー、ローテーション効きますもんね。そうそう、ローテーション効くから2枚持っていて、1枚1週間だったら洗う、うんうん、で、太陽の光に干す、はい、で、またその新しいやつって、まあ、そういう感じでやっててほしいですね。カバーとかも必要ですかね。カバーも必要ですね、はい、で、まあまあ、トイレにはこのうっさみょう様という方がいて、まあ、この方がね、まあ、臨時収入の神様とか言われてますけれども、まあ、はい、僕はトイレ掃除研究家として言えば、もうトイレの神様、うっさみょう様というのは、その人が欲しい、一番欲しいものをいただけるのがトイレ掃除なのでね。なるほど。まあ、トイレ掃除は面白いですね。だからこれは習慣にしてほしいですね。自分の中のこのマイルール、もう絶対にトイレは必ず絶対何があっても掃除するっていう、はい、自分の中のゴールデンルーティーンを絶対作ってほしいですね、はい、大王が聞いた中で、うん、この面白かったトイレ掃除の事例とかってあったりします？トイレ掃除の事例って何、はい、トイレ掃除をやり始めてからこんなこと起こりましたとか、うん、いやもうそれはいっぱいあるよね、はい、やっぱり臨時収入入ってきたとか、その自分の欲しいものがもらえたとか、彼氏ができたとか、結婚したとか、宝くじ当たったとか、もうそれはもうたくさんいますよ。もうだってトイレ掃除徹底的に研究したからね。一番例えば臨時収入で高いところってどの辺？ジャンボ宝くじの3000万当たった人がいた。3000万ですか、うん、なんか想像を超えてでかいですね、うん、トイレ掃除したら3000万当たりましたっていう人がいたね、おばちゃんね。うん、すごい、うん、面白いよね。だからこのトイレ掃除というのはね、まあ、お金が欲しい人はお金がもらえるし、はい、まあ、僕なんかやっぱりその人と人とのご縁っていうのがね、はい、やっぱ一番僕は欲しいと思っているので、やっぱ僕なんかそういうご縁をいただいているのはトイレ掃除のおかげかなというのはちょっと思いますよね。あ、そうですね。そう、いろんな人とね、こんな人と出会えるわけないっていうような人と出会えて、はい、もう出会えるだけでもすごいのにかかわらず、なぜか仲良くしていただいて、うん、なぜかこう一緒に仕事をすることになるっていうのが僕の中で一番想定外の世界だから、この想定外に行けるかどうかっていうのはやっぱこのゴールデンルーティーンにかかってるわけですよ。日々どんなことを繰り返すか。そう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 、本当にこのゴールデンルーティーンを一体いくつ持っているかですね。はいはいはい、はい、やっぱ運気の高い人というのはこのゴールデンルーティーンをたくさん持ってるんでね。多いんですね。もう成功者はルーティーンが多いですよ。でもそれは自らがもう、はい、なんていうのかな、運気を上げるためにやってるっていう人はいないわけですよ、うんうん、歯磨くのと一緒だから。あ、もうそれが自然な形で溢れ出てくる習慣っていうのがあるわけですよ、はいはい、だからこういう成功者と一緒にいるときにそういうのを垣間見る瞬間があって、ああかっこいいなと思うわけだよね。だから自分もそういうふうに少しでも近づきたいなというのは思うわけですね、はいはいはい、かっこいいよね、そういうのね。かっこいいですね。すごいかっこいい。だから僕の師匠たちはみんなかっこいいよね。
やっぱりかっこいい人がやってることは真似したいですもんね。そうそうそう、だからそうなるためにはどうしたらいいのかなっていうのは、やっぱりどういう思考回路で、どういう言葉を口から吐いて、どういう仕草をして、どういう表情でいて、どういう行動をしてるのかっていうのはいつも観察して、ああこれかっこいいなと思ったら自分の中に取り入れるっていうことをしていくわけだよね、はい、うん、だからそういうゴールデンルーティンを自分の中で最低限、一体どういうゴールデンルーティン、どういう習慣を持とうというのをぜひ決めていくといいと思うんでね。だから自分の中で絶対朝はトイレ掃除しようとかさ、はい、朝起きたら必ずお父さんお母さんにおはようございますときちんと挨拶しようとかさ、うん、本当に小さなことでいいんだよ、はい、本当に小さなことなんで、大きなことをしようとするから続かないだけだって、ね、そうですね。朝起きた時にさ、お父さんお母さんとかさ、自分の息子や娘にさ、おはようって明るく元気に挨拶するとかできるよ、うん、できますね。できるよ、ゼロ円だしできますよ。だからそういうのをさ、別にね、例えばうちの旦那はおはようって挨拶したって何にも言わないんですよ、別にいいじゃない。うんうんうん、そうですね、自分が何を投げかけるかだから。そうですね、うん、だから自分が笑顔でおはようって投げかけるだけでいいんだから、別に返事しなくたっていいじゃない。うんうんうん、うん、そうですね、自分ですよね。そう、全部自分だから、はい、何を投げかけてるかだから、うんうんうん、この投げかけがない人が運気が低いんだよ。なるほど、自らその行動しない人はやっぱり運気が上がってこないんですね、うん、だから運気はさ、目には見えないけど、はい、自らが積極的に運気を上げにかからなければ上がらないのが運気ってやつだよ、うんうんうん、みんな待つから来ないんだよ。そうですね、そう、だから待ったって無駄だよ、ないんだから。そうですね、うん、自ら取りに行かなきゃ、はい、運気をつかみに行かなきゃ、自分から積極的に。そうですね、うん、でみんな中途半端だから変わらない、はい、人生はさ、0か100だから、はい、全力振り切った先には絶対変わった明るい未来がさ、待ってるわけだから、はい、うん、だからそこを諦めずにやり続けるってことですよ。そうですね、うん、0から1が一番大変だからね。そうですね、うん、旦那さんが反対することとかきっとあると思うんですね。 あるよね、うん、うん、まあだからそういうのにね、はい、負けずに、まあ、やり続けるってことでね。だからそうですね、まあね、話が飛んじゃったけども、やっぱ玄関っていうのはね、はい、そういうふうにやっていくっていうことで、はい、寝室も終わったし、トイレも、まあ、行きましたね、トイレも終わりましたね、はい、あとトイレもね、そのやっぱりその薄さ妙さ、あそこはね、神社仏閣なんで、トイレイコール神社仏閣だから、トイレは神社仏閣なの。トイレは僕の中ではトイレは神社仏閣、それは薄さ妙様という神様がトイレを守ってくれてるから、あそこは神社仏閣なわけですよ、はい。なるほど、だから神社仏閣ってさ、やっぱり、はい、波動が高いよ、気が高いでしょ、はい、なんで気が高いかっていうとさ、やっぱりいろんな要素があるけどもさ、綺麗だよ、うんうん、そうですね、うん、だってもうね、その大きな神社仏閣ってみんな綺麗ですよ、掃除が行き届いてるじゃないですか。そうですよ、ちゃんとしてますね、うん、伊勢神宮で埃だらけとかないからね。ないですね、うん、だからやっぱり埃イコール邪気だから、はい、そのトイレっていうのは神社仏閣だから、やっぱ埃があっちゃいけないわけですよ、うん、だからやっぱりその壁の上の方とか天井とかもやっぱ定期的に、はい、あとこう換気口があるんだよ、こういう換気口あります。あの換気口のとこもね、みんなね、埃がぶら下がってんだよね。あ、そういうの見たことあります。ブラ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 してんだよ、埃が、はい、あれも徹底的にこう松井棒かなんかで掃除しなきゃいけないんだよね風用アイテムを、そう、はい、こまめにそう、だからこれね、なんていうのかな、こう綺麗にしようとする、はい、その背中がかっこいいんだよね。だからここは薄さ明様に守っていただいてるから、綺麗にしなければならないという、その綺麗にしてる姿が美しいんですよ、はい。だから運気の高い人ってね、美しいんですよ。ああ、そうなんですね。そう、美しいんですよ。その綺麗にしようとしてる姿をやっぱりいっぱい、なんだろう、神様みたいな人に見せていく。そうそうそう、美しいでしょ、そういうのは、はい、非常に美しいんですよ。応援したくなりますね。そう、だから運気の高い人っていうのは、上から見てる人は応援したくなるんだよ。ああ、そうなんですね。で、運気の低い人っていうのは応援したくないんだよ。簡単だよ。そうですね、宇宙の法則は全部シンプルだよ。だから、はい、運気の高い人は応援したくなるし、運気の低い人っていうのは応援したくない言動をしてるから応援したくないのであって、うんうんうん、だから運気を上げるためには簡単だよ。何かをやめて何かを始めるしかないんだよ。だから自分の中で何をやめるのかってまず決めないと、はい、だってな、絶対何かが間違ってるから運気が上がらないわけで、はい、いいことがないんですって、それは何かが間違ってるんだよ、うん、そうですね。じゃあそれ何が間違ってるんだろうって自分の中で客観しなきゃいけない。そうですね、うん、言葉が間違ってるのか、表情が間違ってるのか、醸し出す空気感が間違ってるのか、はい、絶対にどっかが間違ってるからこそ運気が上がらないわけだ。そうですね。で、分かんなかったら聞けばいいんだよ。ああ、そうですね、周りの人に。そう、私のどこが悪いの、はい、どこが悪いのはっきり言いなさいよその口調でいくんです
何か余計なこと言われそうですね。あんたここが悪い、ここが悪い。そうそう、だからまず自分がどうが直さなきゃいけないのかっていうのを気がつかなきゃいけないからね。そうですね、うん、でそんな中でじゃあもっと笑顔でいようとか、はい、絶対その悪口とか愚痴とか絶対言わないようにしようとか、うん、もっと笑顔を心がけようとか、はい、もっと人に優しくしようとか、いろいろあるじゃない。あります、うん、そばに本当に見習うべき人がいると、そう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 、気づけますよね。そうだからそういうのをやっぱりこう自分の中で何かをやめて何かを始める、はい、うん、だからそれはトイレ掃除だっていいし、あの言うかゴミ拾いだっていいし、なんだっていいわけですよ。小さなことでいいんですよ、小さなこと。いきなりね大きなことなんかできないんだから、小さなことをいかに積み重ねていくのか。だから本当にビザの積み重ね以外方法がないんですよ。運気ってそういう、そう、運気はもうビザの積み重ねだから。だからそうやって、まあ、家の全車輪もそうですよ、はい、だから本当にもう家の中をね、まあ、別に綺麗にしようとしなくていいの、初めは、はい、手放す手放す、うん、いきなり綺麗にしようと思って無理だから、うん、まずは物を減らしていく、はい、で物を減らしていくとね、結構ね埃とか目立ってくるんだよ、うん、そしたら掃除したらいいでしょ。だからまずは物を手放す、はい、少しでも減らしていく、はい、みんなね物がありすぎるからね、うん、だって本当にアメリカの統計学でさ、もうアメリカは統計学大好きだからいろんなことを統計学取ってるけども、とにかくお金持ちの人っていうのは家の中に2500点の商品があり、貧乏な人の家には5000点の商品があるって。半分ですね。そう、半分なんですよ。だからドラマなんかだってさ、貧乏な家を演出しようとするとき簡単なんだよね。物を増やすだけなんだよね。確かに、うん、物が増えて物が溢れてる家ってみんな貧乏臭く見えるんだよ。確かにそうですね、うん、だから簡単なんだよ。物が多いから、はい、どん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 運気が下がっていくわけですよ。この間ね、これ、はい、名前出すと問題あるけど言えないけどね、はい、別に全然そんなの興味ないけどね、なぜか僕のタイムラインにね、とあるもうとある絶頂期を迎えた芸能人が、はい、今はもうさ、もうなんか逮捕されてもう落ちぶれちゃった、もう大丈夫君みたいな芸能人いるんだけど、はいはい、その人のお宅訪問ってやつがあったんだよ。はい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 。めっちゃ物が多かったよ。あ、そうなんですね。めっちゃ物が多かった。それはその人の現在の家に、現在じゃない、そうだからその人が絶頂期を測った10、20年ぐらい前、過去の映像を見、過去の映像たまたま見たんですね。いや、なんかタイムラインに上がってたんだよね。オタク訪問みたいな。オタク訪問、もう、もう間違ってたよ。なるほど、もうその時からもうそうなんですね。その階段を一歩ずつ進んでたんですね。だからあえて転落していくんだよね。ううこ、ね、まあこれはね本当大問題ですね。そうですね、うん、だから本当に物が多い家っていうのは本当に運気上げていくのは難しいよね。でもそんな物が多い中でもさ、はい、運気が高い人だっているわけですよ、うん、でもそれが物が減って減らしたらもっと良くなるのになってね、うんうんうん、そうですね。だから物が多いし家が汚いけど運気が高い人っての2割は絶対いるんですよ。あ、はい、2割はいるんだよ、うん、だけども、うん、減らしたらもっと上がるのにっていうね。そこの8対2の2の中でも、うん、さらにまた8、2に分かれたりするんですもんね。それ永遠に続く、永遠に続くんです、永遠に続くんです。そういうことですよね。そうそう、その8対2の中のだって面白い実験いっぱいあるんだよ。アメリカなんかさ本当に実験大好きだからさ、例えば、はい、アリいるじゃない、アリ、アリいます、働きアリ、はい、あの働きアリって、はい、アリを100匹集めたら、はい、100匹いたら働くアリは78匹しかいないんだよ。はあ、22匹はサボってんだよ。サボってるんですね。サボってんだよ。サボってるんだ。もうその辺プラプラしてんだよ。プラプラしてるんですね。プラプラしてつまんねえなとかさ、つまんねえなって言ってるんですね。だからそのさ、女王アリのためにさ、せっせとさ、はい、餌を貯めてこう運んでるでしょ、はい、そうするとボケーっとしたやつがいるんだよ、おめえ働けよとか言って、は知るかよみたいな。すごい、なんで俺がやんなきゃいけねえんだよ。ヤンキーですね。そうそう、ヤンキーアリです、ね、ヤンキーアリもいるんだよ。でその例えば100匹いる中で78匹の働きアリがいるでしょ、22匹働かないでしょ、はい、その22匹のアリを別のグループに持っていくわけだよ、はい、別のところに、はい、で実験するとその22匹のアリの中で、はい、そこの中でまた軍団を作って今度8割のアリは働くんだよね。で4匹のアリ、その中でも4匹のアリは働かないんだよ。あ、そこにも成り立ってるんですね。そう、すげえ。だから面白いんだよね、はい、だからアメリカはこういう実験してるんだよね。だからこの8対2というのは永遠に続いていくっていうね。あれですね、出番を待ってたんですね。その辺の因果関係は分かんないけどそういう結果もあるんだよね。